ではいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お腹空いてた？ホリボンは一生懸命ミルクを飲んだ。こんにちは。
お腹空いてた？コリボンは一生懸命ミルクを飲んだ。みどりちゃんはいっつも家の仕事を手伝ってるの？そうだよ。動物相手の仕事は休みの日がないんだからしょうがないよ。うんうん。あっちに帰った後でも牛乳を飲んだ時に我が家の苦労ちょこっとだけ思い出してね。うん。私なんかちっちゃい。頃他の家の親は日曜日が休みだって知って本当にびっくりしたんだから。ボク君、今日はもう子牛にミルクあげた？そうなんだ、偉いね。その調子で明日も忘れずによろしくね。ボク君、今日の晩ご飯は何でしょう？ヒント、これもカラッと揚げて作ります。じゃあ当たるか外れるか分かんないけど楽しみにして待っててね。おじちゃんたちっていっつも忙しそうだね。うん、いっつも忙しいよ。さて、沖縄返還から今日で3ヶ月経ちました。返還後の沖縄本島の様子を島城花子さんのレポートでお伝えします。ねえ、お姉ちゃんって毎日働いてるの？そうだよ。一人でやってるんだから私の勝手だろ。ねえ、なんで日曜日も休まないんですか？今年はカレンダーをもらい損ねたからだよ。釜の火がついてる限り休んでも燃料代はかかるから、休むのって意外に勇気がいることなんだわ。
釜の火がついてる限り休んでも燃料代はかかるから、休むのって意外に勇気がいることなんだわ。君も肝試し受けたの？うん、やられたよ。去年は私だったんだわ。お化けが？被害者が、だよ。じゃあ僕らは肝試し被害者同盟の二人ってわけだね。君ってものすごく難しいことを言うんだね。まあね。私、はるみって言うんだ。はるみ？そうよ。めぐみとはるみ？なんか文句ある？ありません。君って内地の小学生なの？そうだけど。私、来月高校の修学旅行で内地へ行くよ。まだほとんど他の県には行ったことないから、すっごい楽しみなんだ。え？なんで行ったことないの？あ、中学の修学旅行で青森には行ったよ。でも内地に行ったのはあん時だけなんだわ。修学旅行以外で北海道の外へ出たことがある人なんてクラスに 2,3 人しかいないよ。修学旅行以外で来なクソガキ、何すんだよ。ごめんなさい。今度やったら結婚してもらうからね。釜の火がついてる。うちは麦を作ってるって言ったけど、麦を取った後の茎の部分を麦の殻って言うんだ。あれは緑んちの牛小屋で使ってる牛の根わらにもなんだわ。無駄がないってこと？そう。まったく俺みたいに根性のあるナイスな作物だぜ。なあ、ボクちゃん、何か俺様に聞きたいことあるか？赤足はさ、カウンターとガブリ寄りの二大必殺技が強いんだ。あと赤足が小さい虫と戦うときは怒らせて技を出しやすくした方がいいべさ。まだ何かあるかい？じゃ、また用があったら話しかけてくれよ。こんにちは。今日もみどりちゃんがいないね。うん、今日も牛の世話だよ。昼過ぎからは庭で合唱会の練習するってさ。
せっせっせってやる。ねえ、王様って羊なの？ヤギなの？僕くん、もうこっちの言葉慣れてきたかい？うん、僕もう通訳の仕事ができると思うよ。何か聞きたい？虫相撲やんのかい？へへ、わやにしてやるぜ。今日はみどりちゃんがいないから呼んでこなくちゃ。来たよ。はい、じゃあ今日の生贄は？はやと。なんまら腹立つべや。まず俺が相手だぜ。こいつ技を全部覚えたやつを出してきたぜ。頑張れ。今回は今回さ、次は私だよ。負けないで。あれ？私の負け？次は僕の番だべさ。よし、行け！うわ、まずいっしょ。ああ、悔しい。次は俺の番ね。頑張れ！うわ、負けちまうよ。今回は今回さ。次は私だよ。じゃあこれにしよっと。よいしょよいしょ。勝ってね。負けないで。ああ、負けちゃったしや。次は僕の番だべさ。よし、行け。うわ、まずいっしょ。うわ、まずいっしょ。負けちゃったべさ。じゃあ次は俺の番ね。頑張れ。うわ、負けちまうよ。あー、負けたよ。次は私だよ。勝ってね。ああ、負けちゃったしや。次は僕の番だべさ。よし、行け！うわ、まずいっしょ。うわ、ああ、負けちゃったべさ。
次は俺の番ね。頑張れ。出るんじゃねえぞ。ああ、負けたよ。次は私だよ。待ってね。あれ、私の負け。次は僕の番だべさ。ガンバガンバ、よし行け。うわ、まずいっしょ。なあ、悔しい。じゃあ次は俺の番ね。デパートで買ってきてもらったのに。あれ、なんでデパートなの？北海道はカブトムシがいないべさ。ねえ、せっかく買ったんだから、僕くんにあの秘密を教えちゃおっか。まだ早いよ。いずれ俺様の最終兵器で勝負さ。だからあれも反則だってば。じゃ、したっけしたっけ、バイビー。そんじゃ僕くん、また虫相撲をやりたくなったら呼んでね。お腹空いたろ？もうご飯だよ。じゃ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。みどり、ごめん。また今年も浴衣縫うの忘れてたわ。最低。こら、親にそんな口聞くもんじゃないぞ。ママに謝んなさい。虫が鳴いてるね。え、夏の虫だよ。そっか、あっちとこっちではいろんなことが違うよね。注文の多い料理店です。あっちとこっちってどっちとそっち？こっちとあっちのことだよ。注文の多い料理店。二人の若い紳士がすっかりイギリスの兵隊の形をして、はいはい、ピカピカする鉄砲を担いで、白熊のような犬を2匹連れて、だいぶ山奥の木の葉のカサカサしたところをこんなことを言いながら歩いておりました。全体ここらの山は怪しからんね。鳥も獣も。今日の晩ご飯のテーマはなんちゃって親子セット。ザンギと卵豆腐の親子コンビにアスパラサラダと鮭のトマトコーンニを添えました。ザンギっていうのは北海道の唐揚げのことなんだわ。揚げる前に特製のタレにたっぷりつけてあるんだ。僕くん、大正解でした。それはだいぶの山奥でした。案内してきた専門の鉄砲撃ちもちょっと孫つけてどこかへ行ってしまったくらいの山奥でした。それにあんまり山がものすごいので、その白熊のような犬が2匹一緒にめまいを起こして、しばらく吠えて、それから泡を吐いて死んでしまいました。
ガラスって透明なものと色のついたものがあるけど、あれはどうしてるの？色をつけてるんです。もしくは色のついたガラスを溶かしてる。緑色の瓶を溶かして作ると緑色になるの？そういうこと。だったら材料には困らないね。うん、そうなんだわ。だったら材料には困らないね。うん、そうなんだわ。だったら材料には困らないね。うん、そうなんだわ。ボクくん、絵日記書いて、おやすみなさいしよ。うん、おばちゃん、おやすみなさい。ラジオ文学の館。ギラギラ大地を温めていたお天道様が、一日の仕事を終え、空には月が輝いています。ラジオ文学の館のおじ。